和さん、はい、今日は何のテーマでお話しますか。はい、今回は自動化しやすい副業。お、うん、これね、興味ある方多いんじゃないかなと。興味ありますね。思うので、うん、はい、再現性の高いものっていうかな、始めやすい順に3つ自動化しやすい副業で紹介しようと思うんですけど、うんうん、はい、やっぱり自分でこう作業する副業が、まあ、当然イメージ大きいと思うんですよ。なんか仕事してとか、うん、兼業してとか、うん、でそれだとちょっと時間ないんだよねと、はい、もうちょっとなんか時間使わなくても自動化できる副業ないのって思ってる方多いと思うんですよ。なんで、ただそういうものって怪しいと思うでしょ。なんかね、自動売買的な、なんか、あ、そうそう、だから自動売買とかはまあまあ僕もね、散々失敗してるんで、別の動画でさ、そのでお金なくなったかね、発表してもいいんだけど、まあ、それは置いといて、それはそういう、はい、怪しいものとか、そのお金がバーン飛んじゃうようなものじゃなく、うん、まあ、僕がやってるたり知り合いやってる中でかなりこう堅実に自動化できるものをちょっと3つご紹介しようかなと思います。うんうん、はい、この令和の富裕層研究所ではですね、お金に関するさまざまな知識を分かりやすく解説しておりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。ということでね、今回は自動化しやすい副業を3つお話をしていきたいと思いますが、ちょっとね、考えてたんだけど、達成難易度が低い順では簡単なものから順番にちょっとお話をしたいんだけど、はい、1個目が一番トリッキー。うん、そうで、2つ目、3つ目は、まあ、王道かもしれないけど成功確率も高くてすごい面白いっていうのをちょっと3つね、紹介していこうかなと思います。はい、はい、1つ目はレンタカー事業。え、なんかハードル高そうですけどね。レンタカー屋さん始めるってことですか。そう、レンタカー屋さん始めるのは並大抵じゃないから、はい、これはねちょっと違くて、いわゆる、うん、拠点を構えて店舗構えて、はい、車何百台みたいな、うん、ああいうレンタカーは無理じゃないですか、うんうん、じゃないので、自分で1台から始められるレンタカーの事業っていうのがすごく今いいなと思っていて、うん、まあ、僕の知り合いの方もそれですごい成功してる方もいて、私自身も今回始めるんですよね。あ、本当ですか。なんかあんまりこういい評判聞かないですよ。個人でやり取りするやつですよね。うん、来ました。はい、そのね、個人間取引 の、 カーシェア、はい、あれはねやめた方がいいです。あ、それはやめた方がいい。そう、あれはちょっと P だけど、はい、マルニカさん、はい、有名なんですけど、はい、あれで、ね、僕もやろうと思ったんですけどね、うん、そんなにたくさん予約入らないのと、個人間取引がマジで難しいんですよ。うん、そうですよね、取引トラブル多いってきますし、うん、もう事故ったら事故歴ついちゃうから、もう車両の価値がめちゃめちゃ下がるんで、そう、だから貸した方が事故しちゃった時とかに、うん、もうその後大変、うん、そう、売りたくても高く売れないしね、うん、だから個人間取引 の、 そのシェアカービジネスっていうのはあんまりお勧めしないっていうところ、皆さんちょっとで、ね、気をつけてほしいんですよ。はい、で今言っているレンタカー事業ってどういうことかっていうと、自分 の、 中古で買った車をそういうプロの業者さんにお任せして、でそこで運用してもらって、そこの売り上げからこうレベニューシェアもらう、売り上げの一部をもらうっていう仕組みがあるんですよ。自家用車ではなくて、そう、完全にそのワナンバーのもうね、レンタカーの事業をプロにお任せするっていう仕組みがあって、これがねすごく結果が出ていて、まあ、インバウンドもあるんだよね。その海外から来る人が、日本でレンタカー乗りたいという需要もあるし、うん、当然東京とかあと沖縄みたいな、まあ、いわゆる観光地として人気のところ、こういうところってレンタカーが特に繁忙期は今も足りないぐらい予約が入るっていうことで、そこに対して の、 その事業として参入する。でプロにお任せすることで自分はね何にもしないんですよ。おで、これまあ絶対こうなると言っちゃいけないけど、まあ、年間利回りで言うともう 20% とか 30% ぐらいその利回りって言って、要は自分が投資してる車を買った資金に対して年間で何%返ってきたかっていうのが利回りって言いますけどね、これがね 20% とか 30% とかで仕組みがあって、100万とかで買ってってことですか。そうまさに100万で中古車を買って、うん、それを運用してもらって、うん、で売り上げの何パーセントもらうっていう仕組みがすごく熱いなと、うんうん、で、まあ、一時ねちょっとこれトラブル系でニュースになったことがあって、うん、シェアカーの投資詐欺みたいなのあって、はい、そう、それとちょっとごっちゃになっちゃうかなって、うんうん、そういうニュースがあったんですよ。はい、なんでああいうトラブルにならない、もちろんその、チェックしたり信頼できる業者さんだったり、うん、ちゃんと自分の実態の車があるかとか、うん、運用されてるかっていうチェックはね絶対に必要なんですけど、うん、実際にそういうもう現場でビジネスが回ってるっていうのはもう明らかにあって、うん、これをねちょっと始めるんですよ僕は。おなんでね今後その辺もちょっとレポートをさせてもらえたら、うん、まあ、自動化できる副業として、うん、皆さんにも参考になるかなと思うんで、はい、ぜひ知っておいてほしいなと思ってます。うん、
これが一つ目なんですけど、じゃあ二つ目の自動化できる副業入っていこうと思うんですけど、二つ目は太陽光発電です。こう。でこれも賛否両論あると思うんですよ。うん、太陽光発電ってゲンさんなんかイメージある？なんかちょっと前にやりづらくなったって、うん、聞きましたけど。そうそう、うん、あの英語で FIT って書いて FIT っていう法律があったんですよ。うん、でこれ FIT の法律の中で、申請を通した案件は、太陽光発電のパネルを地面とかアパートに敷いて、うんうん、そこで発電した電気を東京電力とか九州電力とかが買い取ってくれるんだけども、この買い取り金額が20年間約束されるっていうのがこれ FIT っていう法律があるんですよ。なので20年間同じ金額、例えば1キロワット30何円とか1キロワット20何円とかで買い取ってくれるっていうのがもう20年約束されるんですよ。だから20年ずっと安定して売電収入が入るっていうので、まあ、自動化副業ということですごく人気だったんですよ。これストックビジネスみたいな感じで、うんうん、なんであのすごく良かったのと、あと、まあ、細かい話すると節税の意味もあって、うん、あの焼却って言ってね、一気に利益出た人がその太陽光発電に投資すると節税になったっていうところが、まあ、人気で、もう数年前までは新しい太陽光発電システムに投資する方がもうたくさんいたんですよ。うん、で銀行の融資というか、まあ、審判系の会社の融資がすごく出てて人気だったっていうのが、ね、あったんですけど、まあ、過去形で話してるのは理由があって、この FIT っていう法律ね、もう終わっちゃったんですよ。そうだから20年間買取金額を約束するっていう法律がなくなっちゃったから、最近その新規の太陽光発電投資ってあんまり話が出なくなっちゃったんですよね。だからもうちょっとピーク過ぎたなって言われてるんですけど、今私が注目しているのは中古の太陽光発電。ほう。そう、中古の太陽光発電投資っていうのは今少しずつブルーオーシャンみたいに言われてて、まだね着目する人多くないんですけど。今までなかったんですか？うん、あのやっぱり信頼で投資することでFITっていう法律に絡めたことが多かったんで、中古市場ってねようやく今形成されてた。あんまりなかった、まあゼロじゃなかったんですけど、あんまり世の中でね多くなかったのが少しずつ増えてきたんですよ。うん、で、あの中古で買うときにその過去にFITの法律で申請通した投資案件を中古で買うので、例えばあと15年間買取金額保証が残ってますとか18年間買取金額残ってますみたいな中古案件なんですよ。そのFITが適用されている中古の太陽光発電投資っていうのが今できるようになってます。で、あの太陽光発電がすごいのはあの消費税還付っていうのがあって、あのその設備に対して当然買うとき消費税が入ってるんですよ。例えばまあ、1800万円の太陽光発電投資の設備を買いますと、これ税込み1980万としましょうかね。1980万円の太陽光ソーラーパネルを買って地面に敷いて発電していると、これを中古で買ったとしますね。その時にあの翌年確定申告をするんですけど、そこで消費税還付っていうのが受けられて、今の話だと190万円が消費税だったんですね。この190万円が返ってくるんですよ。そう、全額ローンで組んで自己資金0円で買えるんですけど、消費税だけ返ってくるから190万もこれが返ってくると。でまあちょっと細かく言うともう多少あの出てくるお金もあるので、まあ、190万返ってきたら150万ぐらいは純粋な手残りかなと、現金が残るので、うん、この150万円で例えば他のビジネスとか他の投資やることもできますよね。そうで、しかもその借りた1980万の借金は売電収入で返済していくわけです。だからその売電収入は20年の期間が終わるまではあの買取金額が約束されているので、あの大きく売り上げが減る、収入が減ることも可能性が低いんですよ。だから返済もあんまり滞ることがリスクが低いので結構人気になっていってるっていうような感じなんですよね。これは融資とか自己資金とかで言うとどっちなんですか？あ、これは自己資金は0円で、うん、もう全部融資が出ます。年収400万円台以外の方から融資が出るので、いわゆるあのその銀行から融資を受けてやるストックビジネスとしては、うん、太陽光発電はすごく ハードルが低くなっているかなというのと、あと中古の案件が増えてきたということですよね。なので案件を選べば今利回りで 10% とかで回せるような案件、あるいは 12% ぐらいでる案件とかも今あるので、こういったものに投資するのが、一つ面白いと思ってますね。はい、でこれただあのよく言われる太陽光発電投資はダメだっていう YouTuber さん結構いるんですよ。うん、これよく言われるのがあのメンテナンスで費用がかかるとか、あの最後に20年ってそのFITが終わった後はいくらで買い取ってくれるか分かんないじゃないですかっていう、こういうリスクが確かにあるんですよ。
まあ、今22年ぐらいにあのフィットの申請取ってた案件って1キロワット22円ぐらいで買い取ってくれたりっていうのが多かったんですけど、これが20年終わっちゃったら3円とか2円になっちゃうんじゃないかみたいな、こういうリスクは確かにゼロじゃないと。まあ、今のところプロの業界では、まあ、8.5 円ぐらいで買い取ってくれるだろうという予測が立っているんで、まあ、悪くない収入になると思うんですよ、20年後以降もね。ただまあ絶対じゃないからやっぱりリスクがあるのと、その設備全そのものの解体撤去費用が超お金かかるから、これ落とし穴だぜと、あの今まで稼いだお金全部飛んじゃうぜっていうふうに言われるケースもあるんですよね。でここも良心的な業者さんとお付き合いができると、出口が安心なのは無償譲渡できるっていう、そういう約束をしてくれる業者さんとかもあるんですよね。つまり20年のフィットの法律の期間内の売電収入を受け取り終えたら、ここからもうただでもう戻す、無償で渡すことで自分のリスクを全て負わない、撤去費用とかも負わないで、その代わりその業者さんが無借金のそのシステムを、その時の決まった買取金額で収入を得続けるっていうね、業者さんがその リスクを負いながら収入を取れるっていうことですよね。でも自分はそこのリスクを取らないっていう出口も今取れるようになったり、そういう業者さんとかも増えてきているんですよね。なのでそこまで考えると太陽光発電のリスクって結構少なくなってきてるし、毎月の売電収入から審判会社借金会社もプラスが出るようなね物件買っていければ、消費税還付もあるし、かなり大きなねストックビジネス自動化できる副業になるんじゃないかなと思いますと。こんな感じですね。そして自動化しやすい副業3つです。3つ目は不動産投資、やっぱりこれかなと思います、はい。で僕自身結構不動産投資が好きで、区分マンションも買ったりとか、あと中古のアパート、新築のアパート、中古のマンション、あとはマンションを新築すると、いろんなことでね不動産投資をやってきていますけど、まあ、ちょっとこれは王道かもしれませんけど、やっぱり自動化するなら不動産投資やりたいなと、やっていただきたいなと思ってますね、はい。で一番やってほしいのは一棟もの、一棟もののアパートとかマンションを、中古で利回り高く買うか、まあ、新築するか、中古よりはちょっと利回り低いけど新築して入居しやすい、入居者さん入っていただきやすいようなもの、あと修繕もリスクが低い新築を建築するっていうのがね、まあすごくやっていただきたいところではあるかなという感じなんですよ。まあ、ただ参入障壁は太陽光発電よりちょっと上がってくる、うん。どれぐらいのねステータスの方がこうできるイメージなんですか？そう、一棟ものだとできれば今700万円以上のお年収が欲しく、1000万超えてると最高っていう感じですね。で自己資金もやっぱり物件金額の少なくとも 5% から 10% 諸経費もあるので、それぐらいは資金がちょっと欲しいなっていう感じなんで、ちょっとさっきのねレンタカー事業とか太陽光発電よりは少しハードルが上がってくるんですけども、そこをクリアする方にはやっぱり不動産投資を始めていただくと安定して家賃収入が手に入って、こう自動化できるんじゃないかなと。どれぐらいの価格帯なんですか？例えば中古のアパート1棟とかっていうと、はい、そうですね、今やってる方が多いのは、7000万とか8000万円ぐらいの中古アパート、築浅アパートとか、あとは新築アパートっていうのをね買う方が結構多いかなっていうような印象になってますね。で大体、1億円のアパートを買った時に、どれぐらい毎月キャッシュフローがプラスが出るかっていうと、まあ、15万円から18万円ぐらい毎月プラスが出るという感じかなと思います。入ってくる家賃収入から銀行にお金返して諸経費払って、あとは年に1回固定資産税払うんですけど、これも払った時に、まあ、月々割り戻すと大体15万から18万ぐらいキャッシュフロー出るともう合格みたいな感じかなと。なのでこういうのを銀行の借り入れを起こすリスクはありますけど、キャッシュフローを取って、で全部アウトソーシング外注化できるんですよ。管理会社さんに家賃の集金、あとは入居者さんを決めて空室を埋めてくれるとか、あとクレームの窓口とかね、全部管理会社さんにお任せできるから、もう完全なる自動化ができて、で家賃収入から自分のキャッシュフローができて貯金が増えていくというふうな形がね作れるかなと思います。で一棟のがちょっとまだ無理だなとかいう方だったら、まあ、年収500万ぐらい超えてくる方だと、まあ、区分マンションを買うという方法もありますね。でこれも中古の区分マンションがやっぱりいいんですけど、ある程度価格が下げ止まってきた中古物件を高利賃買うということは可能になるかと思いますね。
これはあの一等物みたいな大きなキャッシュフローが毎月出る投資ではないので、ここはもうねあらかじめあの理解した上でね投資する必要がありますし、あとはあの新築のワンルーム買っちゃうとあの毎月マイナスのキャッシュフローっていうのが、まあ、有名な話で、まあ、そこになっちゃうんでお金が減ってっちゃう投資になるから、まあ、そこはちょっと気をつけてあの欲しくて、中古のワンルームを安く買うと毎月キャッシュフローがねちょっとプラスが出るような物件を選ぶっていうのはね、あの区分マンションやるときは注意してほしいなという感じになるかと。あとはですね、あの現金で戸建て買う投資もありますし、まあ、シェアハウスみたいなものもあれば、今だとあの民泊ですよね、インバウンドの需要とだって民泊とかもあの不動産投資のちょっと応用技としてはあるかなと思うんですけど、まあ、いずれにしても全て、仕組み化することでね自動化できるので、まあ、あのちょっと不動産投資に手が届く方にはねぜひこの自動化するという意味ではあのおすすめしたいかなというのは、これが3つ目の副業になりますという感じですね、はい、ということでね、今回は自動化しやすい副業についてお話をしてみましたけど、いかがでしたでしょうか。今後もですね、お金に関するさまざまな知識をお届けしていきますので、ぜひチャンネル登録、いいね、そしてコメントの方をねお待ちしております。よろしくお願いします。そしてですね、あの概要欄をご覧いただきますと、あの私の LINE がご案内があります。公式 LINE やっておりまして、今レポートを作っているので、そのレポートをまたお渡ししようと思っているんですけども、いろいろなですねビジネスや投資のそのお金の稼ぎ方、増やし方に関するノウハウをまとめているのと、あとはね逆にお金を失わないために、その落とし穴にお伝えするためのね注意点をレポートにまとめておりますのでね、完成次第 LINE でプレゼントしますので、ぜひ受け取っていただければと思うので LINE 登録よろしくお願いします、はい、ということで本日の動画は以上になります。ありがとうございました。